こんにちは、タイヤマン平の鈴木です。今日は、今お客様からバランス調整の振動が、出ていた、悩んでいた、お客様からですね、治ったよというメールが今届きましてね、急遽、この動画を今撮影してます。お話をね、しますと、まあ、お客様のね、作業風景、お車の作業風景は、この動画の少し前にですね、いくつかを撮影させていただきましてね、様子を撮ってるんですけども、一日で終わる仕事ではなかったんですね。まず、ご相談があったのが、約1週間ほど前、日曜日にですね、24日の日曜日に、こういう状態で、バランスの、具合がちょっと悪くてですね、高速道路で、100キロ付近で、時速100キロ付近で、走行してるとですね、やっぱりそこでどうしてもこう振動が消えない、ハンドルに伝わる、また車体にこう伝わるビリビリビリガタガタガタっていうそういう振動がですね、ずっと続いて、約、まあ、10年ほどですね、10年ちょっとというふうにお聞きしてましたけども、悩んでるということで、なかなか治らないということで、もうここでですね、私のところに、まあ、ご相談いただいて、では、こういうですね、バランスの直す仕事、一度こう振動が出てしまっている、タイヤ、ホイールの車輪を、直すっていうのはやっぱりちょっとお時間がかかるんですよね。その原因を突き止めて、その原因のところをやっぱり最小限にこう抑えていって、できるものならばそこをこうものでこう改善できるものであれば改善する、またはその何か、調整するもので調整できるならする、これをこういう状態だから、これをまず変えなきゃダメというようなケースもありますよね。まあ、ちょっと、一つの動画でちょっと全部ね、説明するのは難しいんですけども、私もですね、タイヤの、まあ、整備業界25年の今までの、蓄積した、自分でですね、学んできたことを、今、凝縮して、この仕事、タイヤホイールを整備する。プラス、タイヤ、ホイールの車輪の高速振動ですね、ホイールバランスが、ちょっと具合悪くて悩んでる方の仕事っていうのをやってます。これをいつもね、動画でもアナウンスしてますけども、ここのところで、やっぱり年間、何件かはですね、やはり、ずっと悩んでましたというお声を聞いて、実際に仕事することはあるんです。そして、話を戻しますと、一日で終わる仕事、ではない場合もありますけどもね、大体その平日に、こう受けたまわって、その日に解決できない場合が多いので、こういう振動の話はですね、まあ、定休日をちょっと返上して、水曜日に受けたまわっているケースが多いんです。もちろん、雪が降る季節、繁忙期、ちょっとこう込み入ってしまう時期はちょっとね、お休みさせていただいてますけども、普段の時期、はですね、こういうご相談があった時には水曜日をちょっとこう当てて、やってます。この、今回のお客様もですね、水曜日、24日でしたね、24日 に日曜日にご相談がありまして、27日の水曜日いかがでございましょうかということで、27日に、お会いしまして、その日車を見させていただきました。状態を見るとやはりこうタイヤが、上下動にちょっと動いてしまって、一定した回転がこう出てない、波打ってしまっているような状態でした。お客様とご相談しましてね、現状の調査、どんなふうに触れているか、原因が大体振動の原因こんな感じだなと、ここを直せば、うまくいくはずですよというお話をいたしましてね、では今回の場合は、新しいタイヤを、入れて、そして、今の、
純正ホイールのね、状態しっかり調べて、でそこにきれいに深淵に近づく車輪を作る、タイヤとホイールが合わさった状態の車輪、これが、できるだけスムーズにきれいに回る、そしてバランスに重りがつきます。バランス調整をすると、鉄とか鉛の重りをつけるんですけども、そのバランス調整のウエイト、これを最小限に絞ってきれいな回転にする、かつ重りを小さくする、そういうスムーズな車輪ね、状態のいいバランス調整をして、車に据え付けて、そしてさらにそこから実際の走行速度の100キロ付近、プラスマイナスのところを実際に回転させて、調査する、調べるですね、これをやりましてね、ですから、水曜日に調査しまして、原因を台で掴んで、そして木曜日にちょっとね、次の日タイヤ製品を用意して、木曜日に取り掛かりました。そしてその日に全部終わらなかったんです。やっぱり、仕上がったのは2本でした。2本仕上がって、残す2本、また、次の製品のご用意を手配かけましてね、今度は土曜日、今日ですね、今日が30日、ですね、土曜日、今日を、ご用意や今朝ですね、ご用意しましてね、朝から、ちょっと時間はね、途切れ途切れになりましたけども、またそういうお悩みでいらっしゃるっていうことを含めましてね、できるだけ状態をこう上げて、いいレベルに持っていって、その車輪を作って最後に高速、振動が出ているっていう、その100キロ付近プラスマイナスのところをまた再テストして、でこれでいけるだろうというところを踏んで、最後今日のですね、もう先ほどお引き渡しした時間はもう午後7時過ぎてましたけどもね、なんとか今日お渡しできて、お客様もではということで、早速高速道路をもうテストに行ってくださりました。で、その後ですね、嬉しいことに、まあ、9時過ぎですけども、メールをくださいましてね、治りましたということで、私がいつも悩んでいた、その100キロ付近の走行速度、もう何回も試してくださってね、これで今まで、10年というお話、10年ちょっとというお話もありましたけども、実際のところは10年以上、まあ、20年にもなるかなというお話が今メールでねいただきましたね。本当に私もそういう実際こういう仕事をしてましてね、こういうふうなお声いただいて、まあ、今回もねご丁寧にメールくださいましたんでね、本当に嬉しい限りでした。今こちらもね早速メールでご返事して、また次他のお車でも、お声かけてくださるということで、本当に嬉しい限りです。まあ、このような年間数件ですけども、高速振動タイヤホイールのバランスに悩む方のお仕事をしてます。ぜひこのこういうですねホイールバランスに関して、まあお悩みの方、そして、ご興味のある方、もっといい状態でお使いになりたい、ね、タイヤとホイールは回るものなので、実際には、わずかなものっていうのは実際に振動ってあります。振動は全部消せるっていうものではないので、それが車の車室内に伝わっているか、またはハンドル、握るハンドルに伝わっているか、人間が感じるものとして実際にそれが不快なものとして伝わっているかっていうところなんですけどもね、そこがですね、まあ、自動車、快適に使っていただける、また個人差もありますけども、そういうレベルでね、まあ、実際にそういうことがありましたら、お客様との今の現状、お悩みになられているその症状、どんな感じでこの辺が嫌だというところをねお聞きした上で行ってますので、ぜひそういうところをね、
気になっている方、ご興味のある方、ご相談いただきたいと思います。まあ、最後、ね、ちょっとこの、まあ、お客様のね、今回ですね、1週間前から受けたまわって、非常にこう私も嬉しかったんですけども、お客様はね、今までずっと、10年以上のお悩みになった、悩んできたこの治らないバランスの不具合、バランス調整がうまくこう出てないのかな、高速道路ちょっとガタガタするな、これなんで治んないんだろうなっていうことを悩まれましてね、私にご相談くださってお声かけていただいて、もうここでね、治らないんだったらばもう諦めるから あなたに任せるっていうふうに言ってくださって、私も実際これはですね、やっぱりやってみないと絶対治るとかって言えないんですよね。ですけども、そういうふうにあなたのところでね、やって、もうこれで治らないんだったらもう諦めるから任せるからやってみてということを言ってくださってね、お客様本当にありがたいお声をいただきました。今日はホイールバランス、自動車のタイヤホイールを組み立てて、その後回転をね、させて、計測します。ホイールバランス調整と言います。重りをつけて、重い軽いところに、鉛とか鉄の重りをつけましてね、そしてきれいに回転する、釣り合いの取れた状態で、車輪を使うですね、そういう、作業があります。そのバランス調整で、お悩みでいらっしゃる、特に高速道路を走った時にこうガタガタしますので、そのハンドルに伝わる振動、または車の 車体がブルブルブルとガタガタガタと、ハンドルがガタ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 こう揺れるという、その症状をですね、直すというお仕事の、まあ、今回お客様にね、こういう喜びの声をいただいたという、今動画をね、ご紹介させていただきました。ぜひまたこの辺のね、ご興味ある方、お悩みになる、なっている方いらっしゃいましたら、私お声かけていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。